皆さんこんにちは、ワンダリグルピジです。では今回は大戦力大東亜攻防史3日本軍編続きをプレイしていきたいと思います。今回はノモンハン受験をプレイしていくんですが、作戦の内容についてはこの後ゲームの方からナレーション付きで説明が入りますので、早速ですね、編成からご紹介をしていきたいと思います。今回、編成この後変えていきますが、新しく生産のラインに載せられるものとしてですね、96式の立功、これが93式の立功に代わって作れるようになりますので、新しくですね、編成に入れていきたいと思います。ご覧のような形ですね、96式の陸上攻撃機、いわゆる96立功ってやつですね。これ爆走で、進んでいきたいと思います。あとはですね、97式の中戦車チハ、これも新しく生産できるようになりましたので、89式の戦車からこちらの97式の中戦車チハへと、戦力を変えていこうというふうに思っています。大きくはこのあたりをね、変えていこうと思っていますので、編成を変えて出撃していきたいと思います。では早速プレイの方始めていきましょう。作戦の指令書第2次ノモンハン事件ということで、前回と同じく敵の根拠地の制圧もしくは敵部隊を全滅させることでステージクリアとなります。進出した日本軍に対しソビエト軍機械化部隊の本格的反攻作戦が開始されようとしていた。5月の満州軍と日本軍の行動をソビエト軍は明らかな侵略行為とみなし、この次に予測される満州軍による大規模な攻勢に備え、白ロシア軍管区副司令官ジューコフ将軍を呼び寄せた。新たに57軍団司令官の任についたジューコフ将軍は攻勢に出るに際し大規模な増援を要求した。この要求は承認され、モンゴル軍を含めた大規模な地上部隊により満州軍を包囲する作戦に出る。はい、いわゆるソ連軍と帝国陸軍との間の、紛争というものですかね。ではまずマップ確認しておきましょう。味方の根拠地、本拠地がここにあります。でずっと敵の方をどこにいるかと探していくと、マップの一番右下、ここですね。ここまですらすらすらと部隊を進めていくことになると思うんですけども、ソ連軍が随所に展開しているというところですね。では早速出撃していきましょう。93式の立功が一部残っていますが、主力は96式の立功に変えているというところになります。まずとりあえずトラック3台にですね、合計6つの歩兵ユニットを乗せました。これをバーッと先行させてですね、できればこの拠点、ここまで確保で一気に進めていけたらいいかなと思います。ここには飛行場もあるので、さらにここを狙ってマップの下側をですね、敵の根拠地目指して進んでいければいいかなというふうに思っています。途中でここに飛行場があるので、この飛行場で航空機の、燃料補給もできるという体制を目論んでいきたいと思います。では進めていきます。でこのステージになってくるとですね、ソビエト軍も前回と異なってしっかり航空戦力投入していきます。特に2部戦闘機とか、今の日本軍だとちょっと歯が立たない能力を持ってる敵の戦闘機出てきますので、それらの戦闘機はですね、集団行動で、回避していくというので、ね、一つ頭に入れて、プレイの方は進めていきたいと思います。ここもね、南雲さんだ、山本五十六だなんていう人たちが戦車乗りに待ってますが、しっかりと戦果を出してもらいましょう。うわ、いきなりソビエト軍の前にチハが損傷を受けてしまいましたね。こういう時はですね、やっぱり航空戦力を出して一気に殲滅していきたいんですが、今は残念ながら雨が降ってて航空戦力が出せない状態か。軽爆撃も出せないよね。貴重なチハをあまり失いたくないので、ちょっと慎重な行動をしながら敵の動きを見極めていきましょう。複数のルートを確保しておくというのは、非常に重要なので、もしね、当てが外れてしまっても他のルートで進軍ができればよしという場合もありますからね。ちゃんとそこは念頭に入れていきましょう。
で特に歩兵はね足が決して速くはないので、ちゃんとトラックに乗せられるときはトラックに乗せてですね、消耗をできるだけ受けないような形で歩兵をうまく運搬できればいいのかなというふうに思います。では航空機も出していきます。ようやく航空機も飛べるようになりました。雨が止みましたね。まあ、敵のね、歩兵なんかは牛六の立候で薙ぎ払っていきましょう。効率よく薙ぎ払えるのでいいと思います。ただ注意しなきゃいけないのが、先ほどお話した通りね、敵も航空機しかもかなり強いものを出してくるようになってますので、まず奇襲を絶対受けないようにしっかり索敵機を飛ばすというのが一つとですね、もう一つは、まあ、集団戦法で、ちゃんと取っていくというのはね考えていきたいと思います。まあ、性能では劣っているので、まあ、確実に敵を複数で倒していくっていうのをね、ちょっと念頭に頭にちゃんと入れて進んでいきましょう。あと装備ですね、ちゃんと爆走になってるかどうかの確認も、怠らずにねやっていきたいと思います。で爆走の1と2がありますけど、これどちらでもいいというわけではなくてですね、確か1の方が800キロの爆弾で、2の方が250キロの爆弾で、当然ですね積んでる爆弾の重さによって、移動距離が変わってきますので、そのあたりもね、ちゃんと計算には入れておきたいと思います。で戦闘機の代わりに使う98式の戦闘機、軽爆撃機かな、これもねちゃんと出していきます。冷戦が出るまでの間はですね、90の戦闘機というものが一応あるんですけども、90の戦闘機が全く使えない機体になっちゃってるので、それだったらまだこの98式のですね軽爆撃機の方が正直まだ使い勝手がいいかなっていうのがあるので、今回は思い切ってですね、もう戦闘機は全部捨てて、この98式の軽爆撃機してみました。これが吉と出るか凶と出るかちょっとまだわからないんですけど、できるだけね凶と出ることを祈りましょう。では陸軍も一通り全部出していきましょう。ちょっと補給がねこの後基地が大きいものがあまりないと思うので、ちゃんとできるか心配なところはありますが、ある程度戦力は集中的に運用した方がいいのかなというのもありますのでね、基本的には航空機を先行させます。で場合によってはおとりに使ったりなんかしながらですね、歩兵を送り込んでいきましょう。まあ、占領にはね歩兵が必要になってきますので、まあ、ちゃんとね歩兵を運用できるようなプレーを心がけていきたいと思います。ここまでやっぱり数が増えてくるとですね、ミスをしがちなのがやっぱり補給なんですよね。数が多くて補給できる、まあ、拠点も限られていて、その拠点ごとにですね補給、一度に補給あるいはまあ収容できるって言った方がいいのかな、まあ、そういう数も限られてはくるので、闇雲に動かしてると補給が、うまくできませんでしたということも出てきてしまうのかなというのがありますので、ちょっとそのあたりはね十分に、まあ、注意して、あまり無茶な行軍はしないようにしたいと思います。駅航空機出てきましたね。まずはスーホイからですね。能力を見るとですね、火力がまあそれなりにあって、あとはですね、まあ、装甲がついていないものの生産性なんかは良さそうですね。まあ、できるだけこういった戦闘機に対してはですね、陸上攻撃機ではなくて軽爆撃機で当たりたいなというふうには思います。やっぱり航空機の数に対して飛行場の数が不足し始めていますね。早くも準備よし、なのでちゃんと余裕を持って補給をしていかないと早速余りが出ちゃいますね。
ではこの橋占領して、ここを一つの進行ルートにしていきましょう。さらにこの予定していた工場 B でね、拠点として運用もしていきたいと思います。あとこのスーホイが邪魔だな。このスーホイがいるがためにちょっとなかなかうまくね、運用がしにくいというところが出てきてしまってますので、ちょっとここは気をつけましょう。それとここのね、橋もちゃんと占領して進行ルートとして確保していきたいと思います。さあ次の飛行場見えてきましたね。今度はここの飛行場の確保をしっかり行いたいと思います。そのために部隊を渡らせていきましょう。できるだけ早くあの場所は抑えたいですね。さらに次の占領も進めていきます。ここの占領ができるとようやく半分まで来たかなっていうね、ところまで、来たと思いますので、こっからさらに先に進んでいきましょう。で前の動画でもお話したと思うんですけど、この緑のレンジ内で、進んでいる限りはですね、最小のエネルギーで済むんですけど、赤まで進んじゃうとエネルギーを多く消耗してしまうので、そこだけはね注意を払っておく必要があるポイントになります。では航空機順々にですね、ちゃんと休ませながら進んでいきます。では占領していきます。これで飛行場がもう一つ占領できましたね。さらに拠点も占領できます。これでここを前線基地にして捕虜収容所を通って敵の本拠地を狙える位置までやってきましたね。ここにいるスーホイが邪魔だな。こうやつをどう始末するかだな。そしたらスーホイがまだ倒せてないんですけども、BT が出てきてますので、この BT を先に爆弾で倒していきましょう。ちょっと魚雷のまま来ちゃった人たちがいるのが残念だが、ちょっと次で確実に爆走に変える必要はあるかなと思います。魚雷はね本当にちょっと役に立たないので、こういう局面では。あとは800キロの爆弾ね、火力は出るんですけど、一発撃って終わりっていうのもね、もうちょっと継戦能力あるとよりね使いやすいかなと思うんですけどね。次航空基地に入れて弾薬の補給、まあ、爆弾の補給というものをしないといけないですね。これでようやく撃破しましたね。これで補給ができます。補給をして先に進むための準備をしていきましょう。その間ちょっと怖いですが、歩兵はさらに先に進んじゃいましょう。次ついてきてくれる部隊も補給次第要請できると思いますので、ここは先に進軍するルートを選びます。戦車は戦車同士仲良く、まあ、殴り合ってくれている感じがあるので、ここはまあうまい具合にですね、本当にいい航空機と歩兵が噛み合ったかなっていう、ね、感じがしますね。あとは、まあ、何度も言うようですが、ちゃんと補給をね意識しながら進んでいければ問題はないかなと思います。あと怖いのが分断されてしまって橋をね取られてしまうとかっていうことが起きると、またちょっと面倒くさいことにはなるので、まあ、そこだけはねちゃんと注意をしておきたいかなと思います。
私の出番だ。さあ敵の航空基地見えてきました。そしたらさらに前進してこの基地の占領を行っていきましょう。もう基地の占領というか本拠地の占領に走ってもいいかもしれないですね、ここまで来ると。まあ実はこの後お見せしますが、後ろの方ではまだ戦車部隊が激戦を繰り広げてたりはするんですけども、もうそれはさておきという感じかな。この辺りですね、2部戦闘機が出てこなかったですね。2部が出てきてリハーサルの時はかなり苦戦をしたんですが、今回は出てこなかったので、まあ運が良かったっていうのもあったかもしれませんね。では占領完了してこのステージ攻略していきます。大勝利ですね。もう航空機はですね、やっぱり、まあ、現状日本の戦力だと、まあ、アメリカソ連で劣るというのがよく分かったので、次のステージちょっとどういうふうにね戦っていくかっていうのはちゃんと考えていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。